はい、ということで皆さんどうもご無沙汰しております、三条ございますけれども、ここは西日本最大の駅、大阪駅です。いきなりなんですけど、皆さん青春18切符ってご存知でしょうか。まあ、鉄道ファンの方ならね、使ったことがあるっていう方も多いと思うんですが、まあ、主にね、長期休みがある時期にですね、期間限定で発売される、もう JR の超お得な切符なんですけど、まあ、どういうものかというと、まあ、これ JR 全線が乗り放題になるフリーパスみたいな乗車券なんですね。なんと1日約2500円で、これもう日本全国ね、 JR 線の列車に乗るということができるようになっておりまして、まあ、特急は乗ることができないんですが、まあ、これまで何度もね、僕もこの切符を使ってむちゃくちゃなルートで旅行したものなんですが、今回はこれからですね、普通列車だけで行く西日本一の幹線、山陽本線乗り通しの旅ということで、ここ大阪から下関方面までずっと列車を乗り通していきたいと思います。でその中で途中ですね、もうさまざまな都市を通っていきますので、で美味しいグルメとかね、駅弁とか、まあ、そういったものをね、ちょっとたくさん食べながら、まあ、昨日はご飯抜いておりますので、山陽本線グルメ旅ということで、果たして何食食べられるのか、まあ、ゴールはね、山口県の下関に設定して、これから満喫していきたいなというふうに思っております。で皆さんね、この動画が見られている時期には青春18切符っていうのが発売されていて、もう超安く移動できるはずなんですが、今これ撮影している時期には発売されていないので、こちら今5月16日に撮影してるんですけども、これがまあ往復切符になるんですけど、こうするとね、大阪下関行きで下関から大阪まで帰ってくるだけで、これで 17,820円するわけですよ。これがね、青春18切符で行くと、まあ、このルートを1日でたどるということができたら、まあ、1日約2500円で行けるということになってて、まあ、超がつくほどお得というのがね、もうお分かりいただけるはずです。18切符のすごいところはね、途中で乗り降り駅で自由にすることができて、1回使ったら終わりとかじゃないんですよね。なんでこの切符だと途中折り返すとかっていうことはちょっと難しいんですが、青春18切符なら、まあ、最悪なんか忘れ物どっかでしてしまったとしても、まあ、取りに帰ってもまあ1円の差額も発生しないわけです。で今回はあの JR 西日本のね、駅構内とかにも置いてある西ナビっていう雑誌、皆さん見られたことあるかもしれないんですけど、まあ、その雑誌を作ってらっしゃる京阪神 L マガジンさんとコラボさせていただいておりまして、まあ、この今回の旅の様子っていうのがね、雑誌にもなって1年を通してね、全国の書店で売られるということになっております。ついに雑誌デビューということで、まあ、その雑誌と合わせてですね、この動画も最後まで楽しんでいただければいいかなというふうに思っております。ということで、これからもう今朝の7時6分ですけれどもね、下関までね、普通列車だけで行ってみたいと思います。ということで今日もよろしくお願いします。ということで、こちらサンライズ号も出発する大阪駅のですね、11番線にやってきました。お前何11番線来てね、特急乗んのかと。そういうことではありません。今回はもう特急禁止ですからね、乗りません。じゃあ何のために来たんだということなんですけれども、早速この大阪駅でですね、朝一番のね、駅弁を買っていきたいというふうに思っています。ということでですね、この大阪の11番線ホームにある駅弁屋さんで買いました。こちらまず1つ目、1食目になるわけですけれども、神戸デリカ弁当、ちょっと思ったよりちょっと大きいなこれ。第1弾でチョイスするにはもしかしたら重かったのかもしれないんですけど、まあ、本当はね、朝食弁当なるものがあったんですよ。500円ぐらいで結構リーズナブルに買えるんですけど、それが売り切れてましたんでね、違うのを選択しました。これはちょっと初めてだな、神戸デリカ。どんどん今日は西に行きますからね。山陽本線とは書いていません。この区間は JR 神戸線とそういう愛称で親しまれています。これの面白いところは、三宮姫路方面、そして山陽九州方面、この大阪駅から1本で九州に行く列車っていうのは現在では1本も設定がなされていません。昔は山陽本線をね、一本で行く花形の特急列車たくさんあったんですが、今ではその役割は山陽新幹線に譲りまして、かつてのその名残だけが残っている状態なんですね。さあ、そして最初に乗っていくのが京阪神を走りますエース新快速列車です。この列車は特急料金のかからない正真正銘の普通列車なんですが、終点の姫路まで一本たりとも特急列車には抜かれません。さあ、そして7時27分定刻通りに朝ラッシュ真っ只中の大阪駅を出発。これから先、途中の神戸まで東海道本線を進んだ後、そこから先は山陽本線、西日本随一の重要路線を山口県の下関まで 561.2km の旅の始まりです。列車は大阪駅を出発するとすぐに淀川を渡っていきます。
東海道線に乗っていると大阪出発後と到着前どちらも淀川を渡るということになりますんで、この川を渡ったら大阪駅が近づいた合図。出発後いきなり加速しまして JR 在来線最速130キロをマーク。すぐに兵庫県内に入って尼崎、芦屋、そして三宮の順に停車していきます。列車は高架区間を走行中。この区間というのもね、もう戦前から高架化された区間になっておりまして、かなり歴史深い区間です。なので例えば JR 三宮駅の高架橋とかを見てみると、太平洋戦争中に奇襲掃射を、ね、受けたその跡とかも残っているんですよね。よく見てみると打ち込まれた弾の形にね、穴が開いているのが分かります。列車はゆっくりとスピードを落としまして、東京から続いた東海道本線の終点、また山陽本線の起点駅でもあります神戸駅に到着。今ちょうどねプレートのようなものが見えたと思いますが、これがまさに神戸駅が東海道本線と山陽本線の狭間であるということを示す印になっているわけです。かつてこの神戸駅からも名だたる名門特急というのがどんどん出発していきまして、貴賓室等も備えられたこの駅なんですが、公共交通網の発達によって、この駅っていうのは途中駅になったわけですね。便利になったがゆえに出発地から目的地までっていうのがダイレクトで結べるようになった結果、この駅を発着する特急列車の設定っていうのは一本たりともなくなってしまったわけです。列車はこの神戸を出発するとゆっくりと右にカーブをしていきます。かなりねスピードを落とします。そして進行左側に見えてきたのがこの線路、左側にカーブしていきますが、こちら和田岬線、これが山陽本線の支線ということになっています。兵庫駅から和田岬駅まで約3キロを結ぶ路線。この区間はずっとですね、福福線ということになっているんですが、この右側2線に関してはホームがありません。左側の線路から普通列車等が走ります下り線、上り線、そして今この列車が走っている誘導列車が走る下り線、上り線と、これで福福線が構成されているわけですね。大阪とか京都の間っていうのは一番左から下り下り、そして上り上りと線路の向きが違ったりもします。なんでこの区間はもうホームがないところをぶっ飛ばしていくわけですね。特急、新快速、貨物列車等はこの線路を走っていくわけです。今通過したのが須磨駅、もう目の前には須磨の海岸がありまして、この通り瀬戸内海が進行左側に広がります。このね、山陽本線の魅力の一つはやっぱり景色。基本的にこの山陽本線は終点の門司までですね、進行方向左側にずっと瀬戸内海が見えるということになりますので、全国でも有数の景色が非常に綺麗な路線。奥の方には明石海峡大橋が見えます。この明石海峡大橋から淡路島につながって、そこから鳴門海峡、これを渡ることで四国までずっと道路を通っていくことができます。今日はねちょっとあいにくの天気で曇天という感じなんですが、晴れている時もまた綺麗で、それから夜に行ってもねライトアップがありますから、この区間に関しては一度は見ていただきたい区間。進行左側、並走しているのが山陽電鉄、阪神電車の車両ですね。列車は神戸駅を出発してから20分ほどで次の停車駅明石に到着です。明石を出ると次の停車駅は西明石。この駅には車両基地があって、普通列車はねこの西明石で折り返すということをします。山陽新幹線もね停車する駅ということになっておりまして、ただ面白いのがこれ在来線の東急スーパーハクトに関してはこの駅通過します。そう、新幹線が止まるのに在来線の特急は通過してしまうという逆転現象が起こっている駅なんですね。さあ列車は西明石を出発、少しすると線路がだんだんと少なくなっていくのがお分かりいただけるはずです。ずっと線路4本、福福線が滋賀県の草津から続いていたんですが、ここで線路は2本、福線区間になります。この草津から西明石までの間っていうのが日本で一番長い福福線の区間だったんですよね。そしてここで本日の1食目になります。大阪駅で調達したこちら弁当、神戸デリカ弁当、神戸ちょっと過ぎちゃいましたが、ここで結構人がまばらになりましたんでね、食するわけですよ。これがね美味しい神戸っぽく洋食が入っております。食べている間に列車は終点の姫路に到着。今日はもうこれね1日かけて普通列車で山陽本線の景色っていうのはそうですが、グルメっていうのも堪能していきます。この姫路でもね皆さんご存知かと思いますが、有名なグルメっていうのもありまして、それも味わっていきたいと思いますが、
大阪からここ姫路までは1時間と7分、圧巻のスピードです。いやーすごい。これね、今後ろの特急スーパーハクトがすぐに到着しましたよ。つまりこれどういうことかというと、大阪から後ろに走っている特急に追い抜かれなかったということです。新快速のね、化け物っぷりがお分かりいただけたと思うんですが、青春18切符でね、この新快速はもちろん利用することができますから、普通列車って言っても、その本当に普通という種別だけが使えるわけではありません。有料料金がねかからない列車に関してはこの青春18切符で使えるということになっておりますんで、まあ、新快速ってこれ特急って名前が付いてないだけの特急なんでね無料で使える特急で、この兵庫県姫路に到着したわけですが、姫路といえばもうこのチャンネルでは10回目ぐらいの登場だと思いますが、こちら駅そば、皆さんご存知でしょうか。これね、ただのそばじゃないんですよ。招きの駅そばっていうのがあって、あ、もうすごいいい匂いがしてくるんですが、どういうものかというと、和風だし、そして中華麺、一見このね2つの相反するもの同士がね1つの器に盛り付けられているということになっておりまして、姫路駅の名物になっているわけですが、これが今日の2食目。昭和24年誕生、あ、書いてある、ただのそばでは、僕が先言ったことそのまま書いてあるそう、和風だしと中華麺、まあ、これはもう食うのが早いですからね、お値段も非常にリーズナブルです。いや、うまい。もうあのこの駅そば食べるためだけに、大学の秋子までね、友達が学食で食うところを、僕はこのわざわざ姫路まで来て駅そばを食うということも何度もしております。いや、いつも通り安定の美味しさでした。青春18切符同様、このようなあまりにも長い切符ですと、もう有効期限1週間なんでね、2度同じ区間を通るということをしなければね、途中こうやって出ることもできるんですよ。そして目の前に広がっているのはこちら、世界遺産白露城、白鷺城と呼ばれます姫路城です。僕も小学校5年生まではこの姫路に住んでてですね、これ姫路あるあるなんですけど、毎年ね姫路の小学生はね、あの姫路城の絵を描かされるんですよ。今はどうか知らないですけどね。なのでその影響でですね、僕はあのこれ、この姫路城見なくてもこの絵を描くことができます。まあ、そういうね特技を身につけるぐらいには姫路に住んでたわけですが、いやー、やっぱ綺麗だなこの白さ。いや、これねもう十分に観光ですね。はい、これで観光完了。今回はこれ普通列車だけでね、山陽本線下関を目指すということになっていますんで、あんまり良い道してられないわけですよ。もうこれ次の列車に乗ろう。次は9時9分発の播州和光行き。播州和光の順に停車いたします。上郡、和気瀬戸、岡山方面ご利用のお客様は途中の相生駅に手を取り替えください。さあ、今日2本目、普通の播州和光行きに乗り込んで、さらに西を目指していきます。姫路をゆっくりと出発。この姫路は JR 山陽本線以外にも万丹線、それから紀新線も発着しています。なんで線路もこのようにずらっと並んでおりまして、この姫路を出発すると左にカーブしながら今度は地上区間に入っていくんですが、これで進行右側に注目していただきたいんですが、面白い光景を見ることができます。右側のビル群、建物が並んでいますが、その中にね、異様な雰囲気を放った構造物があるんですよね。こちら、なんだこれだと、明らかになんか走ってたでしょと、そういったように見えるんですが、これ他にもですね、左に目線を移しますと、この通りなんか橋桁のようなものが点在しているのがお分かりいただけるはずです。そう、この姫路には昔モノレールが走ってたんですね。姫路モノレールといって、近くにある手柄山というところまでモノレールが伸びていました。こんな感じで新幹線よりも少し低いレベルの高さでですね、モノレールが走っていたんですね。これが1966年に開業したんですが、約10年後1979年に廃止されまして、移行というのが見られるわけです。で、この手柄山には遊園地と、それから市民プールというのが昔あって、ちょうどここですね、もう今は完全に更地になってしまっているんですが、かなり賑わっておりました。僕もね、姫路に住んでたんで、この市民プールには何度も泳ぎに行ったんですが、もう完全に跡形もなくなっていてね、少し悲しい気持ちになったものです。ここら
線は本当に綺麗な直線が続いていきます。右側に並走しているのが国道2号線まさに山陽本線にあたる国道になるわけですが、列車は次の新幹線停車駅愛用駅に到着です。でこの列車なんですが、播州赤穂行きの列車なんですね。播州赤穂は赤穂線の駅になっています。ここ愛用駅から山陽本線と分岐するように赤穂線というのが伸びていて、まあ、この途中の駅になるんですね。なんで今回は山陽本線の旅ということで、こちらちょうど対面に止まっております。乗り換え山陽本線を走ります115系の普通列車、これに乗っていきたいと思います。すごい、全く同じ顔した全く同じ色の列車がね、これ2つほぼ同時刻で出発していくということで、これはね行き先要注意ですよ。今まさに乗り換えている列車がこれ山陽本線経由の岡山行きの普通列車ということになります。瀬戸内レモンをあしらったこの色、今乗っていた赤穂線の普通列車が先に出発していきます。これ地図で見てみますと、この海側瀬戸内海側を通っているのが赤穂線、反対に山側膨らむようにして走っているのが山陽本線になります。その後並走するようにずっと走っていきまして、岡山付近でまた合流するということになっています。ここで赤穂線の線路が分岐、左にカーブしてそのままトンネルに入っていきます。この赤穂線は当初はね、山陽本線の輸送力を補う代替路線として想定されていたんですが、ただこれ赤穂線が全通した時点でもう並行する山陽本線の電化が完了していたりして、役割としては地域住民を運ぶローカル線としての機能を果たしています。いやこれがすごい、力強いモーターの音を響かせながら走っていきます。でこの辺りになるとやっぱり緑が増えてきてですね、山あいの区間を走っていくことになります。列車は少しすると兵庫県上郡駅に到着。新快速はこの上郡までということになっています。これ以上先までは行きません。またこの上郡からは智頭急行線が分岐、特急スーパーハクト号はこの駅を出ると北上するということになります。列車は上郡を出発、15キロの速度制限というのがありましたが、この真ん中の線路に注目していただきたいんですが、この線路だけですね、上に走りながら分かれていきます。これが智頭急行線、最高速度130キロで走ることができる最強の山積路線。凄まじい数のトンネルをもうストレートでね、ぶった切っていくことで、まあ、スピードを落とすことなく速達化を実現しています。列車は上郡を出て岡山県に入っていきます。この山と山の間を縫うようにですね、すごいこれ蛇のようなうねうねと走っていくんですが、またこれもかっこいい。時速130キロでぶっ飛ばす区間っていうのもそうですが、こういった区間もまた魅力的です。そして列車は先ほど愛用駅で分かれました赤穂線とここで合流、岡山の手前の駅になります東岡山です。そして姫路を出発してから約1時間半、中国四国最大のターミナル岡山に到着です。この岡山からは山陰方面、八雲号、そして今見えております四国方面、各県への特急っていうのがそれぞれ出ております。そしてこれよく見てみるとすごい、向かい側のホームには国鉄色の八雲号、なかなかついています。はい、ということで時刻は朝の10時38分でございます。大阪を出発してから約3時間半が経過したということで、普通列車だけでも意外とポンポン進めるわけです。いやもうついに山陽本線を乗って岡山までやってくることができました。姫路から黄色い電車、そして黄色い電車を乗ってきたんですが、次乗るのは黄色い電車です。岡山でも、ね、降り立ちたいんですが、ここはひとまず我慢して少し進みます。倉敷まで行って降り立ってですね、ちょっとまた美味しいものがあるんですね。この列車に乗って倉敷まで行きたいと思います。岡山を出るとこちら奥の方に見えております高架橋、線路をまたぐように進行左側に抜けていく路線、これが JR 宇野線、瀬戸大橋線になります。最初これ単線区間になって、道中複線になったり単線になったりということを繰り返していきます。
車は約20分で今度の目的地、こちら倉敷駅に到着。時刻もう11時になろうかというところです。約20分かけてこちら倉敷に到着。ここからは伯備線、それから山陽本線、これが分岐していくんですね。こちら新見米子方面、山陰方面へも路線が伸びています。さっき、ね、姫路で降りましたけれども、2駅目の途中下車、これちゃんと通してくれるんだな。で、まあ、なんでね倉敷に降りたのかということなんですが、これがですね、僕が岡山に来たら絶対に食べる、まあ、あるグルメをまた食べるためなんですね。ちょっと早速行ってみたいと思います。本日の3食目、それがですねこちら、もうねすぐもう分かる人には分かるんですけど、倉敷うどん、これ有名なねぶっかけうどん。僕はいつも岡山に行くとね、これ新幹線の岡山駅ホーム内にもこのぶっかけうどん古市さん、こちらのお店入ってるんですが、今回はこれをね現地に食べに来ました。初めて。このぶっかけうどんがまあ美味しいんですね。でこれすごいのは、新幹線岡山駅のホーム上にあるこの古市さんではお持ち帰りっていうのもできて、新幹線の車両のね中でこれぶっかけうどんもね食べられるようになっています。ぶっかけうどん営業中って書いてあるわ。あーこれこれこれすごい。僕はねいつもあったかいの食べるんですけど、このうずらの卵が乗ってて、生姜とね天かすのアクセント、これが最高なんですよね。あったかいのには生姜、冷たいのにはわさびなんだな。だから僕はいつも生姜しか食べたことないのは、あったかいやつしか食べてないんで、生姜がいつも入ってるんだ。生姜とね天かすと、まあ、いい感じなんですよね本当は。いやーうまかった。3食目4食目ちょっと忘れましたけど、ツルツルと食べられるんでね、もうあっという間に胃袋の中にうどんが消えましたけど、この倉敷で降りた理由の2つ目がこちら、昔から続く町並み、これの保存地区、美観地区が近くにあることです。うどんも食べてですね、そしてこの歴史的な町並みをね見学することができると。はい、これまたこの、ね、2回目の観光ね完了なわけですよ。いやーいい雰囲気だね。やっぱりわかりますかね、こう電線、これが貼られてないのがお分かりいただけるはずです。でも多分地下に埋められているんだ。これは京都の河原町とか四条周辺とも同じで、こんな感じ。これ何なんだろう、昔のガス灯かなんかを再現してるのかな、ちょっと分かんないですが、これぐらいのこだわりようで景観が保護されています。ここら辺がやっぱりこう美観地区の代名詞になるわけですが、いやすごい、ほんとタイムスリップしたみたいだ。この江戸時代ですね、江戸幕府の管轄の領地だった天領だったわけですね。この地区武士が集まる、まあ、そういったところで、この町屋建築って言ったらいいかな、武士の集積地として非常に栄えて、その名残っていうのを残しています。下には小井さんが泳いどるわ。やばい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 、先生、あの緊急事態発生です。緊急事態発生、列車が出ます、列車が出ます。目的地下関なんで、これ以上もうゆっくりしてられない。
ということで、いや、いい天気だな。僕が進めば進むほどいい天気になってきます。僕は雨男のはずなんですが、時刻は13時40分、大阪を出発してから約6時間が経過しているわけですが、ここ広島県の糸崎に到着です。もうちょっと行ったところが三原になっていて、山陽新幹線の駅があるんですけども、この糸崎ってもともと三原駅として開業した駅なんですね。でその後中心街にね、さらに近いところに三原駅っていうのが設置されて、駅名が変わりまして糸崎ということになっています。この駅で降りたのにはね、理由がありまして、今ちょうど乗ってきた三原駅のこちらレッドウィング、広島地区ではもう代名詞、そういう存在になりました。新しい形式の車両、これが出発していくわけですが、左側に広がるのがこちら、広大な敷地に線路が多数あってですね、そしてこれ姫路からずっと乗ってきました黄色い列車というのも止まっています。黄色い列車のね、この勢力がいかに大きいかというのがお分かりいただけるはずです。姫路から西に行ったら大体のところでこの黄色い塗装の列車を見ることができます。でこの糸崎っていうのは1970年代まではちょうどこの辺り、ここにですね、糸崎の機関区っていうのが置かれていたんですね。さらに遡って1960年代の初めまでは急行列車っていうのはもう全部この駅に停車しておりまして、また特急も一部が停車する非常に重要な駅でした。まあ、それはどういうことかというと、機関区があったんで、まあ、機関車の関係とかでも止まっていたんですね。当時は機動車でも電車でもなく蒸気機関車でしたんで、まあ、その関係でこの機関区があった糸崎は重要な駅ということで、優等列車もよく止まっていたわけです。ただその後電化、これがねやっぱり大きな幹線ですから真っ先になされて、そして機動車等が増えるに従って、この糸崎を通過する列車っていうのは増えました。なのでかつての山陽本線ではね、かなり地位の高い重要な駅だったわけですが、まあ、もちろんね今でもこんな感じで車両がたくさん止まっていますので重要ということに変わりはないんですが、停車する列車とか、まあ、そういった目線で見てみると地位は少しずつ低下していったんですね。その名残としてこのようなかつて栄えていた独特のね雰囲気っていうのを感じることができる、僕山陽本線のね中でも一二を争うぐらい好きな駅なんですよね。雰囲気がいい、このちょっとこの線路がたくさん並んでるところに生えてる草まあずっと列車が止まってたらこうはなりませんからね。こういうところもまた味があって、僕は生まれてないですが国鉄の匂いをムンムン感じることができるわけです。
いた。時刻は15時過ぎ、まあ、各駅降りてますが、結局ね、駅から離れて観光したのは倉敷だけ。ただそれでもだいぶ時間はかかるものです。7時過ぎに出発してから約8時間で広島県広島に到着。中国四国地方有数のターミナル駅ということになっていまして、 JR 西日本の運輸収入、これが大阪について第2位なんですね。すごくないですか。まあ、さらに驚くべきことにですね、この広島駅には定期で走っている在来線の特急列車の設定というのが1本もありません。すなわちこのホームずらーっとね、線路を並んでおりますが、1日中この駅にいても特急列車は1本も来ないということなんですね。まあ、そういうこともあって、基本的にはこの広島駅に来る列車っていうのは今乗ってきた普通列車、呉線等で走ります快速、だいたいこの2種類になるんですよね。さあ広島といえばね、たくさん名物ありますから、いつもこのだいたいもう駅出てすぐのね、ここ駅へというところに行くんですが、もうここでね、広島観光完了するんじゃないかレベルでお店のラインナップっていうのが多くてですね、だいたい行くのはここ1階のダイニングなんですけど、牛タン、もつ鍋とか、まあこれが揃っておりまして、やっぱこれかな、広島風お好み焼き。いろいろと物議を醸しそうなこの表記ですけれども、れいちゃん、れいちゃんにいっちゃん、そしてみっちゃん、そして福ちゃん、ちゃんをつけないといけないっていう、なんかそういう決まりがあるんですかね、わかんないですけどま正直もう胃は限界に近づいてるんですが、ここに来たら食べないとダメです。このボリュームたっぷりの広島お好み焼きはどんなものなのか入ってみましょう。なんだかんだね、あのサイコロ投げたらここが当たったりね、ダーツ刺したらここが当たったりするんで、そういった関係でよく来るんですよ。いや、美味しかった美味しかったんですけども、ちょっと胃袋がはち切れそういくら昨日ご飯抜いてたとはいえね、5食目ですからね、この時間で15時でまだ5食目ですよ。俺はクリスティアーノ・ロナウドかと言いたいぐらいなんですけど、まあ、これからどんどん、今日は普通列車しか乗れませんから、さらに西に進んでいくことになります。またね、他の美味しいグルメっていうのも考えてあるんですが、次乗るのはこれは五日市までしか行かないんだ。その次が16時7分に岩国まで行くものがあるな。ということで7分の岩国行きに乗ってですね、また西に行きたいと思うんですが、五日市がここなんですよね。ここからずっと宮島口等を通ってここ岩国、また入り直しましたけど、もう切符がすごいことになってるんです。もう年代物、これもね、長い切符ならではの良さと僕は思ってるんですがね。あ、もう列車が止まってるわ。さあ、すでに止まっております、こちら3両編成の岩国行き。まあ、終点までは行きません。途中でね、またある目的地があるんでね、早速乗っていきましょう。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この辺は車掌は上山です。ということで広島から約30分普通に乗ってですね、また下車。ここは日本三景宮島の最寄り駅、宮島口駅です。いやー、だいぶこの時間帯ということもありましてね、人がたくさん乗っていて、これ3両編成だったっていうのもあると思うんですね。次に来る列車は6両編成だったんですが、ただもたもたしていては下関にたどり着くことができません。グルメ旅ですからね、これ乗り継ぎながら、かつご飯も食べながら、ちょうど最高には貨物列車が入ってきましたよ。さっき瀬の八で見ましたが、後ろに補助機関車がついてましたよね。
ここはついていないのがお分かりいただけるはずです。この後約30分僕が来た道を戻って、そして広島の貨物ターミナルで後ろに貨物列車、ここに1両つけてですね、山陽本線一の難所瀬の八に挑んでいく、まさにその列車。いや長いな。いやこの駅もなかなか歴史のある駅で、宮島口と書いてありますが、ここからずっと少し歩きまして、そうすると宮島に向かうフェリー乗り場に繋がっているんですね。あ、書いてある、宮島口桟橋。ちなみにこの宮島フェリーに関しては JR がね、このフェリーっていうのを動かしていますので、青春18切符を購入するとここから出てるフェリーにもこの青春18切符1枚で乗ることができてしまいます。この宮島にも名物がありまして、ご存知の方も多いかと思いますが、この山陽本線のねグルメの中でも僕一番今日はちょっと楽しみにしていた、そういうグルメになっておりまして、売ってるかな、売り切れてないといいですけどね。時間的に時刻は16時41分。それがですね、こちら創業明治、これね明治34年創業です。鉄道が開業したのが明治5年なので、鉄道開業から約30年後、鉄道というのがね新交通システムだった頃からあります。上野さんの穴子飯、そう穴子がこれ有名なんですよね。もうめちゃめちゃいい匂いしています。匂いだけはね皆さんにお伝えすることができないのが非常に申し訳ないんですが、うなぎとはちょっと違った匂いだな。香ばしさっていうのはあるんですけれどもね、これ何なんだろう、炭なはずなんですけどね。アナゴ丼って言ったらいいかな、アナゴのかば焼きが乗っておりまして、めちゃめちゃ美味しいです。こうやってプリプリのアナゴがですね金蔵に乗っておりまして、油の乗った極上アナゴを使用した自慢の一品ですということで、これがかば焼きになるんでしょうね。うなぎとかとね見た目は似てるんですが、味っていうのは少し違います。うなぎはこってりとしているのに対して、アナゴはあっさりしてて、ただあっさりした中でも脂が乗っていてね、これがまた美味しいんですよ。これちょっと弁当買おう。これねテイクアウトもできるということになっておりまして、時間の有効活用ね、列車の中でアナゴ飯を味わうこともできるということで、早速購入したいと思います。ということでゲット。いやこれ、いや2160円、なかなかのお値段なんですが、いやあったか、出来たてだな。これずっとね作り続けてるみたいですよ、17時頃まで。なんで予約なしでもね買えるようにはなってるみたいです。もう絶対に死ぬ気で食べたいという方は予約するのがおすすめなんですが、鉄道ファンにたまらないのはこちら文字鉄道局、そんなものはもう今は存在しないですからね。そしてこの鉄も金を失う鉄じゃない、こっちの昔の鉄だ。列車内で物をなくさないでと、まあ、そういう表記なわけですが、もうこの日本語一つとっても時代を感じます。それだけの伝統のある食べ物。いやーこれ素晴らしいな。これ見えます、広電宮島口駅と書いてあります。ここまで路面電車が来ることになっていて、新しいターミナル駅がね設置予定、もうちょっとで開業なんでしょうね。フェリーターミナルも新しくなっております。さあさらにまたですね宮島口に戻って、もう観光は完了しておりますんで、この穴子飯を食べよう。来た、おー奥の方から岩国行きの普通列車、これ何両だ、さっきより長いな、6両編成ですね。さあこれに乗りまして、さらに西に、こっからがですね山陽本線屈指の絶景区間になります。明るいうちにね通れてよかった。
時刻17時39分。すごい、黄色い展示ブロックじゃなくて白線が続いておりますよ。こちらついにですね、広島県を出て山口県に入っております。こっから先がすごいですからね。このオーシャンビュー、再びこのレッドウィングから見覚えのある黄色黄色黄色赤赤黄色とか、なんかそんな感じで乗ってると思うんですけど、おおすごい、戦闘機だ戦闘機だ、おーおーおーおおお、なんだなんだ、ここら辺近くに基地があるんですよね。すごい音だな、地響きみたいですよ。なんだろう、なんかスクランブル発進かなんかかな、ちょっと全然知識ないんであれですけども、戦闘機が飛んでいきました。そして次に乗るのがついに最後の列車、山陽本線下関行き。ここから2時間以上のロングランをする普通列車になります。早速これで終点、今日の目的地下関まで乗っていきたいと思います。さっきの黄色い列車、あれと違うのはですね、ドアが2ドア3つじゃなくて2つのところなんですね。柳井に到着です。時刻は18時20分。この区間はこの通り、日中はもう1時間1本、多い時で1時間3本、このようなスケジュール設定になっています。まあ、神戸姫路間とかでは考えられないね、列車のスケジュールなんですが、まあ、ここは需要に合わせているというところだと思います。僕もですね、6食か5食かちょっと忘れちゃいましたけれども、まあ、あのクリスティアノ・ロナウドもびっくりなね、今日は1日ご飯食べてまして、美味しいものだらけなんですが、カラスもなんか食っとるな。いやーよかったな、この太陽、しかも夕日がね、ほんと黄金に輝いている時間帯に、西日本の大動脈山陽本線で、ね、一番美しいと、まあ、僕が勝手に思っている景色を見ることができて感無量だ。いやーもうこの区間に関して本当に通るたんびに感動します。ライフの時はマガワトンがライフの予備を持って
列車は大阪出発から10時間以上かけて山口県の下関に到着。これ以上先本州に駅はありません。次の停車駅は門司。山陽本線はここまでということになっています。門を司ると書いて門司、九州の玄関口ということで、こちら左側に止まっている車両が JR 九州所属。もう一本で北九州市小倉まで行くことができます。いくらこう鉄道網が、ね、発達した日本でも、なかなか乗り通すのにこんだけの時間がかかる路線っていうのはまあありません。路線の長さは魅力の多さでもあります。素晴らしい景色に、そして素晴らしいグルメ、新幹線等で目的地までが短くなった現代でも、こういった歴史の趣っていうのは変わりません。改めて東海道本線に並ぶ日本の大動脈を構成する一つとして、この山陽本線の重要さというのを、ね、身に染みて感じる一日になりました。列車はこの先関門トンネルを経て九州に入っていきます。この関門トンネルができるまでは、この下関から連絡船で今の門司港方面まで船でつながっていました。今はほとんど列車がやってくることがなくなった下関駅、長いホームの端っこ、ホームの中央で途切れている黄色い点字ブロックが時代の流れというのを表しています。九州方面から本州下関への列車が到着。ではですね、ついに今日朝7時過ぎから使ってきたこのボロボロの切符、下関までの切符を通したいと思います。青春18切符ですと、その日中使えるということになりますので、まだね回収されるということはないんですが、これは普通の切符ですからね。ありがとうございました。行きます。そしてですね、このゴール下関でも名物、そうフグ、フグが非常に有名ですよね。お鍋とか、それからてっちりお刺身にして食べるということで、この辺りではフグのことをフグというふうに言うんですが、残念、閉まってるやんか。アジイチさん、こちら、いや名物福天うどん、やっぱりそうだ、フグ天とは言わないですかね、福天、フグの天ぷらが入ったうどんおそばっていうのもあるんですよ。これ最後締めで食べようとしてたんだけどな、ダメだった、閉まってましたね。うわ、19時までだ。これは新幹線乗らないと無理ですね。意外とね、僕座ってるだけでしたけど6食食べてまだお腹は空いております。ということで本日のお宿なんですが、下関、こちら、こちらホテル道民院、もう僕のチャンネルではおなじみかと思いますが、もう下関にもあったんだ、知らなかった。ホテルドーになってしまってますけれどもね、今日はここに泊まるぞ。夜泣きそばと、それから夜通し入れる展望浴場、アイス、あ、乳酸菌飲料のサービス、揚げ出したらキリがありませんが、そう、ここはただの道民じゃない、ホテル道民プレミアムですからね。プレミアがついてるわ。ちょっといいんだな、天然温泉関門の湯。道民は大体がこう天然温泉になっていて、それぞれに名前がついているのも特徴です。ここら辺は下関の関、そして山陽本線の終着門司、この頭を取って関門と、ここら辺ならではの関門の湯、ここに入れるんだ。今回の動画はですね、京阪神 L マガジンさんとの
共同企画コラボレーションということでやっておりまして、この動画でのね山陽本線グルメ旅っていうのがそのまま雑誌にもなって、僕の旅行の様子っていうのが取り上げられておりまして、僕の旅行記以外にもね青春18切符で行く旅というコンセプトでね今回雑誌が作られております。今回たくさんね地元グルメを食べながら来たわけですが、それぞれの詳細等も詳しく雑誌では載ってますんで、よければね概要欄等にリンクを貼り付けておきますので、僕の雑誌デビューっていう言い方がいいんかな、興味ある方はですねぜひ雑誌と合わせてご覧いただければいいかなというふうに思っております。ということで今回の動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。